どうも、猪狩ともかです。今日は京都でライブをしてきました。で、今日はそのまま京都のホテルに泊まるんですけども、安心安全のクレマイスユーザーの味方、東横インさんでございます。まあでも東横インのハートフルルームといっても結構いろいろとホテルによって違ったりするので、今回のはどんな感じかなと思って、ちょっとホテルでの様子を撮影したいと思います。チェアとかないのかな。こちらのシャワーチェアなんですけど、私はあのなんていうんですか、自分から向かって左側に乗り移る方が得意なので、こういう設置の仕方をしました。これあのここのね、なんていうんですか、手すりレバーが跳ね上げできるタイプなので、乗り移るときは跳ね上げさせて、よいしょ、でこんな感じで水入れます。ここシャワーは、あ、でも待って、これ手届くかな、届くか、後ろ、あ、全然大丈夫ですね。こんな感じで、で、まあ、洗ってる間はここにバスタオルを敷いておいて、今敷いてないんですけど、こうできればいいんだけどな、なんか洗濯傘みたいなの持ってきて、ってパチッて止めてきてたから、なんか本当にホテルによってレイアウトっていうんですか、全然違うからね。しかも来てみないとわからないパターンが多いので、よいしょ、で、まあ、ここにタオルを敷いておいて、ここにまた戻ってっていう感じです。お風呂からは以上です。はい、こんな感じでお風呂とお手洗いは特に問題なく使えそうなんですけども、一つちょっと気になる点がありまして、ここの部屋ですね、ロビー直結といいますか、ロビーのすぐそこにある部屋なんですよ。過去にもこういうロビー直結型の部屋、ロビー直結なんて言ったらいいんですか、まあ、もう出てすぐロビーみたいなっていう部屋だったことがあるんですけど、まあ、多分その何かあった時にね、すぐに助けられるようにとか、そういう風に考えられてるのかなとは思うので、仕方ないと思うんですけど、もうね、いろんな人が通るわけですよ。自動販売機に買いに来たりねとか、こうエレベーターがすぐそこにあったりとかするので、たくさんの人が通るので、結構音が気になるかなっていう。まあ、私はね、あのライブの爆音の中でも寝れちゃうような人間なんで、多分寝ちゃえば全然大丈夫だと思うんですけど、ちょっと気になりだしたら気になっちゃうかなみたいな感じかな。あと最近の遠征はここ 2,3 回ぐらいずっとあのツインの部屋で、女性のスタッフさんとね一緒の部屋だったんですけど、今回シングルということでね、まあ、車椅子でも全然通れはするんですけど、ちょっと狭くて、こう方向転換するのとかがちょっと不便かなっていう感じですね。もうすでに車椅子で何回もぶつけられてるんだろうなっていう感じの痕跡が見えますね。これ見てください、枕元にコンセントと照明のスイッチがあるのはとってもありがたいです。あともう一つ不便な点を見つけました。これドライヤー、なんとか手を伸ばして取ることできたんですけど、もう戻すのが、あ、でも頑張れば戻せるかな。うわ、ちょっと格闘してたら間違えてボタンを押してしまいました。で、あとこのね、電気のスイッチ、これの電気のスイッチがね、手届かないですね、これ。うおー、なんでこう
テレビのリモコンを使ってよっ、いっ、あ、オッケー、こんな感じですね。濡れマスクとアイマスクをして寝ます。おやすみなさい。おいしそう。おいしそう。今渡月橋を渡ってきました。わっしょ、わっしょ。それでここにあの甘味どころがございましたので、これは甘酒で抹茶ぜんざいです。マオピと一緒です。同じ。2つだけめっちゃ冷たそう。冷たいね。めっちゃ可愛い。一番さ、強姦してるくせにさちょっとこれ妥協したらちょっとあんまり京都味わえないかなと思ったんですけど、かわいいです。抹茶黒蜜なんちゃらを食べちゃいました。温かい。